杉内俊哉は素手でベンチを殴って骨折し、罰金600万円を課されたことがある。同い年で元同僚の新垣渚とは、嫁同士が姉妹であるため義兄弟となった。家族を非常に大切にする性格で、プロ入り時の契約金で母姉祖父母にマンションを購入した。福岡出身にもかかわらず、鹿児島実業高校に進学したのは、寮生活に強い憧れがあったから。ソフトバンク時代本拠地での登板時には、験担ぎのために自宅のトイレを掃除してから登板していた。松坂世代の一人に数えられる杉内は、松坂よりも先に引退してしまったことが心残りらしい。高校時代は南国のドクター K の異名を誇り、夏の甲子園1回戦ではノーヒットノーランを達成した。2回戦で松坂擁する横浜高校に敗れ、高校生が投げるボールじゃないと衝撃を受けた。